こ。絶景ですね、これ。もともとね、お城があった場所にこの黄金の仏像、お釈迦様があるという。なんとも言えないこのインパクト。まあ、あの2号線沿い通ってたら、まあね、ポツンとあの黄色い、まあ、人型のね像が見えるなと思って、通って、あのずっと思ってたんですけど、山の上にはこの黄金のお釈迦様とその他2体の、これは何て言うんですかね、まあ、使えてる人ですかねの像があったということです。ボケ封じのそういうもんだそうです。ちなみにあのこの下はなんかあのもう本当に里庄なので、それこそあの歌手の藤井風さんゆかりのスポットが、あるということです。まあ、合わせてね行ってみてください。里庄駅がどこだ、まあ、ちょっと隠れてるんですけど、多分この木の向こうだと思います。で、この目の前が里庄の役所です。以上、お届けいたしました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。